ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。久しぶりの買い物は楽しいな。最近はネットでの買い物ばかりだったからね。やっぱり、お店に行って実際に物を見て買い物するのは、ネットとは全然違うんだよな。あれ、そういえばここのお店のロゴ前に見た時と少し違う気がするな。そういえばそうね、微妙に変わった感じがするわね。お店とか会社のロゴっていつの間にか変わってることあるよな。企業やお店にとってロゴは顔みたいなものだから、時代に合わせて見直されることも多いのよね。なるほどな、ロゴっていろいろな意味が込められたりしてるって聞くもんな。せっかくだから今日は有名な会社やお店などのロゴの秘密について話そうかしら。それはいいな、身近なロゴとかも紹介してくれよな。任せてちょうだい。ちなみに、このチャンネルでは日常の気になること、歴史などをジャンル問わず紹介していくわ。気になる方はぜひチャンネル登録してね。よろしくなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。早速なんだけれど、魔理沙はロゴといえばどういうものをイメージする？そうだな。やっぱり会社や商品の名前が伝わりやすくデザインされているものってイメージだな。そうね、ロゴといえばシンプルかつ伝えたいことが簡潔にまとまっていることが大事だからね。なるほどな。世界的に有名なロゴも魔理沙が言っていたように、誰にでも伝わるようにデザインされていることがほとんどなのよ。それじゃあ、実際に使われているロゴを紹介していくわね。まず、誰でも一度は見たことあるロゴから。これは毎日見てるんだぜ、アップルのロゴだよな。そう、アップルのロゴね。アップルのロゴにはどんな秘密があるんだ？そうね、アップルのロゴは創業当時は今とは全然違ったデザインだったの。そうなのか？どんなデザインだったんだ？これが最初期のアップルのロゴよ。これがロゴなのか？なんだか絵のようなデザインだな。確かにね、今のシンプルなデザインとは真逆のデザインよね。この絵のモチーフはニュートンとリンゴの木なの。ニュートンが引力を発見した出来事を表現していると言われているわ。なるほどな。でもなんでアップルって名前になったんだ？会社名の由来については今現在アップルから公式の回答はないんだけれど、ビートルズの経営していた会社から取った説や、アダムとイブの物語から取った説など様々な説があるの。公式には発表されていないんだな。ところで、今のデザインにはいつ頃なったんだ？先ほど紹介した絵のようなデザインのロゴは実は1年ほどしか使われなかったの。そうなのか？複雑なデザインだったことが原因だったみたい。その後に採用されたロゴがこれね。今のロゴとほとんど変わらないんだな。でも、どうしてレインボーなんだ？これは当時発売されたアップル2というパソコンがカラー表示に対応していて、表示可能な6色をロゴの色にも組み込んだからなの。なるほどな。それじゃあリンゴの欠けたデザインの理由もやっぱりあるんだよな。リンゴの欠けた部分にも意味がもちろんあるわよ。これは、かじった後を意味していて、欠けた部分が表現されていないとリンゴと一目で見分けれないということでデザインされたみたい。他にも、コンピュータの単位バイトとかじるという単語のバイトをかけたという説もあるんだけれど、一部のファンが広めた噂程度のものなのよね。そして、今のような単色のデザインになったのはアップル社にスティーブ・ジョブズが復帰した翌年の1998年になるの。その後は、新製品の発表などに合わせて色合いが変更されたりしたわ。かけたリンゴマークというデザインはずっと変わらないんだな。そうね、リンゴマークはアップルを象徴するデザインになったものね。続いて紹介するロゴはこちら。オッソの M のマークはマクドナルドだな。ポテトが食べたくなるんだぜ。一瞬でわかるなんて、さすが魔理沙ね。週に1回は行ってるから当然なんだぜ。それじゃあ、魔理沙はマクドナルドのロゴの由来って知ってる？もちろん知ってるんだぜ。マクドナルドの頭文字の M から来たデザインだろ。残念、外れよ。なんだって違うのか？ほとんどの人がマクドナルドの M だって勘違いしているんだけれど、これは文字じゃないの。それじゃあ、何を表しているんだ？これはアメリカでオープンしたマクドナルドの1号店に設置された装飾をロゴにしたものなの。そうだったんだな。どんな装飾だったんだ？その写真がこちらよ。建物の両側に立つ黄色いアーチ状の装飾なの。確かにマクドナルドのマークっぽいんだぜ。これは、ゴールデンブリッジと呼ばれていて昔のマクドナルドのロゴを見るとわかりやすいかもしれないわ。なるほどな。確かに昔のロゴは橋っぽいデザインだな。第1号店のお店のデザインをずっとロゴとして使い続けているのは初心を忘れないなんて意味があるのかもしれないわね。初心忘れるべからずっていうもんな。続いてはこちらのロゴを紹介するわね。これも見たことあるんだぜ。チュッパチャップスだろ。正解よ。
実はこのチュッパチャップスのロゴはある有名人がデザインしたものなんだけれど、マリサは誰がデザインしたか知ってる？チュッパチャップスって海外のお菓子だろ？ということは外国人ってことだろ？考えてもわからないんだぜ。それじゃあ、正解を発表するわね。チュッパチャップスのロゴをデザインしたのは、画家のサルバドール・ダリなの。あ、知ってるんだぜこのヒゲのおじさん。確かにヒゲが特徴的な人よね。実際にダリの芸術も本人と同じくらい斬新なものが多いんだけれどね。確かにすごく奇抜で印象的な作品だな。どうして、芸術家でもある彼がチュッパチャップスのロゴをデザインしたのかというと、チュッパチャップスの生みの親である、エンリク・ベルトナさんという方が棒付きのキャンディー。つまり、今のチュッパチャップスを世界中で売るのに商品につけるロゴをどうするか悩んでいたの。そこに、同じスペイン出身で奇抜な作品で当時有名だったダリにロゴのデザインを依頼しようと考えたの。なるほどな、出身地が同じっていうところもきっかけだったんだな。そして、ベルトナさんはダリと食事の場を設けてその場でロゴを作ってほしいと頼んだの。その依頼を受けたダリはその場にあった紙のナプキンにデイジーの花をモチーフにしたデッサンを描いたの。その場で描いたのか？そうみたい？出来上がったデザインを見たベルトナさんは一発で気に入って今も使われているチュッパチャップスのロゴが誕生したの。長く使われたロゴでも一瞬で生まれたものもあるんだな。デザインとは時にひらめきが必要なものなのよ。名言みたいなこと言ってないで次のロゴを紹介してほしいんだぜ。しょうがないわね。次は世界的にも超有名なこのロゴを紹介するわね。アマゾンだな。毎日見てるんだぜ。マリサのうちは毎日のようにアマゾンから荷物届いてるものね。寝る前にスマホでアマゾン見てるとついついポチってるんだぜ。それじゃあ、そんなアマゾンのロゴに隠された秘密について話すわね。アマゾンのロゴにどんな秘密があるんだ？ロゴの秘密の前にアマゾンっていう社名についての由来も紹介するわ。アマゾンというのは名前の通り世界一の川アマゾン川のことを意味しているの。どうして川の名前なんかつけたんだ？それは世界一大きい川というアマゾン川と同じように世界一の品揃えというのを意味しているみたいなの。なるほどな、名前の通りアマゾンは買えないものがないくらいの品揃えだもんな。それじゃあ、ロゴを改めて見てみて特徴的な部分に気がつかない？そうだな、アマゾンの文字が笑っているように見えるんだぜ。そうね、そのニコッと笑ったように見えるのは顧客が満足した笑顔というのを表しているの。でも、実はもう一つロゴには隠された秘密があるの。隠された秘密？この笑顔に見える部分なんだけれど実は矢印になっているの。確かに矢印にも見えてくるな。この矢印が指しているのは A から Z までを指してるの。A から Z？ そんなのアマゾンの社名の由来と似てはいるんだけれど、A から Z つまり全てのものが揃っているということを意味しているのよ。そんな意味が隠されていたなんて知らなかったんだぜ。アマゾンは今じゃロゴにも社名にも偽りのない世界一の通販サイトだもんな。それにしても、毎日見るようなロゴにも色々なエピソードがあるんだな。そうね、創業者やデザイナーさんなどがロゴに様々な思いを込めて作ってるのよ。普段何気なく見ているロゴも調べてみると面白いエピソードがあったりするからマリサも調べてみてね。よし、じゃあこれからロゴ探しに行くんだぜ。この動画の評価やチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。